三端子レギュレータ7805型と7905型。三端子レギュレータとはシリーズレギュレータの一種であり、名前の通り三本の端子を備えて、停電圧回路を簡単に構成できる電子部品である。電気製品の電源部に使用される。機能的にはリニアレギュレータの分類である。入力端子、出力端子、グラウンドまたは、 共通端子の3端子から構成され、出力電圧固定型と出力電圧可変型がある。出力電圧固定型では、入力端子と出力端子に発信防止用のコンデンサを2個を接続するだけで脈流を安定化する回路が構成でき、電圧可変型ではそれらに電圧設定用の抵抗器が加わる。電気製品に使用される直流電源回路には、 電力の変換効率や発熱の少なさからスイッチング電源が採用されることが多いがスイッチングノイズがなくて外付け部品が少なく回路が簡素であり低価格であるというメリットを生かせる箇所では3端子レギュレーターが使用されている代表的な製品に正電圧用の7800シリーズと不電圧用の7900シリーズがある 共に 1A 程度の出力電流が取り出せる。出力電流 500mAh の 78M00、79M00 や、出力電流 100mAh の 78L00、79L00 もある。型番末尾の数字2桁が、出力電圧を表しており、概ね、5.67.89.1012.1518.2024V の品種があり。 最近では 3.3V のタイプも出回ってきている。単電源回路では、正電圧型が用いられ、不電圧型は、オペアンプを用いた回路等で、政府に電源を作るときに徴用される。入力される電圧と出力すべき電圧の差が、三端子レギュレータ内で熱として消費されることで、電圧の安定化を行っている。 入力電圧と出力電圧は、レギュレータ自身による電圧効果分だけ常に入力側が高くなければならず、この電圧差は7800シリーズで約 1.5V 以上、LM317.350338 などで 3.0V 以上が推奨されている。×がそのまま素子からの発熱となるため、大電流、または入出力電圧の差が、 大きい用途では、放熱器を取り付ける必要がある。また、三端子レギュレーター自身の消費電流を減らすべく、CMOS 化されたものが販売中である。電池を使う携帯電子機器の低電圧化、低消費電力化によって、電力損失を減らしたい。電池電圧が低下してきてもできるだけ最後まで、使いたいという要望が高まり、入出力間の電圧差を 1V 以下に小さくできる。 低損失レギュレーターの開発が進められ、製品によっては最小電位差が 0.3V にまで下げられた。また、内部のバンドギャップリファレンスによる基準電圧が 1.2V 程度であったため、30年ほどの間、それ以下での電圧は出力できなかったが、2007年からは 0V から電圧が出力できるようになっている。 出力電流は0.1から5へ程度の品種があり、10A に対応したものもある。外形はバイポーラトランジスタに類似する。安価なスイッチング電源の普及に伴い、大電流用の製品は徐々に淘汰されてきており、最大出力電流が 1A 以下の小型電源用の製品が比較的多くなっている。セナーダイオードや抵抗器による分圧によって、 特に可変電圧に対応していない低電圧レギュレータであっても出力電圧を変更することが可能である。また低電圧レギュレータを用いて低電流回路を構成することも可能である。ただし低方圧レギュレータでは定常時の回路動作電流より大きな起動時回路動作電流が流れるためそういった使い方は禁止されている。かつてはインアウト GND の三端子のほか。 電圧設定用の端子を設けた四端子レギュレータも存在した。コムとアジを兼任する三端子で可変タイプの品種が出現してからは市場から姿を消していた。しかし、上記の理由により低飽和レギュレータではアッチ端子付きのものが復活している。特に低消費電力の要求の高い CMOS レギュレータ IC においては三端子の他に素子の動作、スタンバイを制御する ON。 オフ端子が付加されているものが多い。最も古い集積化されたモノリシックレギュレータは1960年代終わりにナショナルセミコンダクター社で開発された LM100 である。この IC は当時同社に在籍していたボブワイドラーによって開発された。モノリシック IC としてはオペアンプに次いで古い歴史を持つ。以降様々な改良が加えられ今日に至っている。 一般的な7800シリーズは、左から入力、グラウンド、出力の順で並んでいる。しかし2-92型は左右が逆になっており、7900シリーズでは、左からグラウンド、入力、出力の順で並んでいる。また、メーカーが独自に開発した品種はこの限りでない。場合があるため、使用の際は各メーカーのデータシートを参照のこと。 30年ぶりに基本設計を一新したリニアレギュレータ日経エレクトロニクス2009年3月23日号 P122 から131ルネサスエレクトロニクス3端子レギュレータの使い方ドキュメントナンバージ12700にジャジョブレイウムレイレイ。ありがとうございます。